1996年 J リーグ2年目となった柏レイソルは若手育成に実績のあるニカノールを監督に迎え入れた。目指すのはアタッキングフットボール。駒場スタジアム、満員のレッズサポーターが見つめる中、ニューレイソルが登場。スターティングイレブンはトップにパルメイラスから移籍のエジウソ。過去ブラジル代表に3回選ばれている。スピードに乗ったドリブル突破が武器だ。エースカレカは怪我が完治せず出場を回避。パートナーは2年目の有馬。攻撃的ミッドフィルダーは加藤望むと横山。有馬が仕掛ける。守備的ミッドフィルダーには左に下平。攻守の要としてレイソルを支える。レイソルユース育ちの新人明治。スピードを生かしたシンプルなボールタッチがレイソルの持ち味。ディフェンスライン中央はアントニオ・カルロスと渡辺。ブラジル代表歴11回を誇るアントニオの加入でバックラインが安定した。右のサイドバックは澤田健太郎。スピードに乗った彼の攻撃参加はレイソルの大きな武器の一つだ。左サイドバックは片野坂。判断よく飛び出していくアントニオの積極的な攻撃参加。相手にとって大きな脅威となった。キーパーは成長著しい若手の土井がポジションを獲得。ミスから立ち上がり1点を先行されたレイソル。前半24分の攻撃、エジューソンが倒されフリーキック。蹴るのは加藤。フリーキックのスペシャリストだ。渡辺がヘッドで同点ゴールを挙げた。
アウェイながらゲームを支配したのはレイソル。しかし後半20分、相手に追加点を許し、決定機で上回りながらゴールを奪えず開幕戦を落とした。立ち上がり、セットプレーからグランパスに2点を先行されたレイソル。前半38分、クリアボールをつなぎ左サイドのエジューソンへ。エジューソン、ファーストゴール。後半1点を追ってアントニオが攻撃参加。明神のロングシュート。アンダー18の日本代表としてアジアユースでも活躍した。後半15分、左サイドに出たボールは片野坂から。横山、同点ゴール。2対2、延長戦へ。相手の浅いラインをついてエジューソンが走る。右サイドを横山が破る。下平のシュート。エジューソンがスピードを生かしてゴールに迫る。後半立ち上がり、攻め疲れの見えるレイソルにグランパスが襲いかかる。しかし最終ラインでアントニオが踏ん張った。延長後半2分、決定的なチャンスがレイソルに訪れる。惜しい。 V ゴールを逃した2分後、レイソル攻めながら開幕2連敗。第3節、相手は2連勝と波に乗るヴェルディ。J リーグ昇格後1勝3敗、力の差は明らかだった。前半11分、片野坂がオウンゴール。前半25分、下平がパスをカットしてエジューソンへ。95年までの対戦と違い、ヴェルディ相手に互角の戦いを展開するレイソル。中盤での厳しいチェック。
後半15分、ベルディの攻め。2対1。後半28分、アントニオが倒された。直接フリーキック、蹴るのは加藤。2対2、同点。2試合連続延長戦へ。レイソルのプレスが効いて、ベルディなかなかゴールに近づけない。延長前半4分、交代出場の柱谷から横山へ。横山 V ゴール。シーズン初勝利の相手は苦手ベルディ。ニカノール監督のもと進化したレイソルの姿がそこにあった。ホーム柏サッカー場、怪我から復帰した彼かがスターティングイレブンに名を連ねた。彼かが前線でボールをキープして攻撃を組み立てる。ターゲットになって味方にスペースを作る。1点を追うレイソル後半の攻撃。途中出場の酒井からエジューソンへ。ゴール前では彼かが待っている。復帰ゴールかと思われたがオフサイド。バランスを崩したレイソル、ホーム勝利ならず。彼かに変えてトップにアリマ、中盤にバウディールを入れ、攻撃的布陣でアントラーズ戦に臨んだが5失点と予想外の大敗。先制点を許し、攻撃の意識が強くなったところを突かれ、また失点を重ねる。5節を終えて1勝4敗。その中でレイソルが先制点を奪った試合は一つもない。終了間際、アリマとエジューソンのコンビで1点を返すのが精一杯だった。この日レイソルのトップは3人。エジューソン、柱谷、菅野。サイドに開いた菅野が走ってリズムを作る。前半19分、フリーキック。
蹴るのはアウディール。アントニオの折り返しを菅野が決めて待望の先制点を奪った。レイソルのペース。菅野惜しい。後半4分、柱谷のドリブルから追加点が生まれる。クリアミスを加藤が拾い、こぼれ球を加藤が決めた。タイムアップ寸前、クリアボールに一瞬早く反応した菅野。パスを受けた加藤をフォローしてゴール前に走る。3対0、柏サッカー場で満開に咲いたのは太陽王レイソルだった。6連勝、そして失点ゼロ、首位を行くフリューゲルス。終始ゲームを支配しながら先制点を許したレイソル。後半17分の攻撃、させたというニカノール監督。狙い通りフリューゲルスの堅い守備を破った。しかし澤田に続くゴールを奪うことができなかった。ここまで2勝5敗、内容のあるサッカーをしながら結果が伴わない。前半は中盤の潰し合いでお互いに無得点。後半エスパルスのマークが甘くなり、レイソルのペースに。先制点を挙げたのはエスパルス。後半35分、下平の縦パスを受けた加藤がペナルティーエリアで倒される。1対1、同点。残り10分、1点をめぐる激しい戦いとなった。互いにゴールを奪えず延長戦へ。延長前半5分、最終ラインから
ドリブルとパスで攻撃を組み立てたレイソルに V ゴールが訪れる。沢田のセンターリングを決めたのは交代出場の柱谷浩一。このゴールからレイソルの12連勝が始まった。内容自体はもうずっといい試合やってるんで、ただ結果がすごくついてこなかったんでね、あれそれが心配だったんですけども、今日の勝ちでこれからどんどん勝っていけるんじゃないかと思いますけど。サンフレッチェ戦前半11分のレイソルの攻撃、4試合ぶりのスターティングイレブンとなった横山がこの試合唯一のゴールを挙げた。中央からポスト役の柱谷にくさびを打ちサイドに展開。再び中央に折り返し、フィニッシュは横山のループシュート。レイソル初の2連勝。前半6分、レイソルが早々と先制点を奪った。エジウソンがシモンに倒されフリーキック。加藤からのボールを受けた片野坂が直接ゴールを狙った。しかしこの日のマンオブザマッチはゴールキーパーの土井。再三にわたる決定的ピンチをことごとく防いだ。1対0、レイソル3連勝、勝率を5割に戻した。相手は10連敗中のパープルサンガ。立ち上がり、この日も土井がスーパーセーブを連発。カルロスのロングシュートを防いだ。パープルサンガも体を張ったディフェンスでゴールを守り、試合は緊迫したものとなった。前半44分、ペナルティーエリア内で澤田が権田と接触。澤田が負傷退場となった。パープルサンガが持ったのは前半まで。後半2分、速攻から澤田に代わって入った有馬が先制点を入れた。集中力の切れたサンガが単調な攻撃を繰り返す。後半18分、中盤で簡単にパスをつなぎ走り込んだ有馬に、こぼれ球をワグネルが押し込んで2対0、レイソル快勝。本当チームやっとね白星先行しましたんでね、まあ、チームと一緒に自分もねもっともっと点に絡めるように頑張っていきたいと思います。エジューソンのストライカーとしての能力が遺憾なく発揮されたガンバ戦。前半は
岡中が好セーブを繰り返し無得点。後半3分、レイソルのゴールラッシュが始まった。エジウソン1点目。後半10分、加藤。後半18分、エジウソン2点目。後半32分、エジウソンハットトリック。後半42分、4点目。後半43分、 J リーグタイ記録となる1試合5得点。終了直前、有馬がダメ押しの7点目を挙げた。Não, nunca tive a oportunidade de fazer 5 gols assim em uma partida só. Aqui no Japão, não é bom para mim, porque é o primeiro ano aqui no Japão. E em uma partida só eu consegui fazer 5 gols. É sinal de que a gente está trabalhando, trabalhando bem. Né? Fisicamente a gente está em um estágio muito bom. Tecnicamente a gente está procurando a cada dia aprimorar para poder ajudar a equipe do Rei Sol dentro de campo. Kashiwa Soccer Joe.ホームのサポーターの前でもゴールラッシュが続いた。12試合出場して8得点のエジューソン、ゴールは全て右足で決めている。前半14分、 J リーグで初めて左足でゴールを挙げた。前半39分、エジウソンが相手を引きつけてフィニッシュはバウディール。前半44分、エジウソン走り勝って3点目を入れた。後半3分、柱谷のポストプレーから片野坂。レイソル怒涛の攻め。後半43分、有馬が抜け出しシュート。加藤が詰めて5点目を挙げた。6連勝、燃えてきたレイソル。下位チームに対し大量点を挙げてきたレイソル、守備の堅いマリノス相手にその進化が問われた。立ち上がりからオムラの厳しいチェックに合うエジウソン。オムラの必要なマーク。マリノスの気迫あふれるプレーの前に
姿勢一方のレース。前半40分、先制点はマリノス。後半になってマリノスのチェックに慣れてきたレイソルは速いパス回しで相手のプレスを外していく。後半12分、タイミングよく攻撃参加したアントニオがエジューソンにパス、同点に追いついた。オムラ抜かれた、イハラも外された。決勝点は予期せぬ形でレイソルに訪れた。後半20分、エジューソンが素早くバウディールへパス。バウディールのシュートはオムラの足に当たってゴール。オウンゴール。レイソル、マリノスを下して7連勝。前半戦最後の試合、ホーム柏サッカー場に3位ジュビロを迎えた。9勝5敗、6位につけているレイソルにとって負けられない一戦だった。立ち上がり、ルンガの強烈なシュート、土井がよく反応した。前半27分、相手のクリアミスからボールが裏へこぼれた。走り込んだエジューソン、1点目。レイソルの前線からの執拗なチェック。前半35分、柱谷のキープからエジューソンが2点目を挙げた。前半44分、右コーナーキック。渡辺のヘディングシュート、開幕戦に次いで2得点目。後半13分、下平のスルーパスをエジューソンが受けて、
4点目。エジューソン、ハットトリック、通算14得点目。すごい。スキラッチの突破も土井がよく防いで無失点のままタイムアップ。前半戦を10勝5敗5位で折り返した。怪我のため澤田、横山に加えアントニオまで長期離脱を余儀なくされたレイソル。前半16分、加藤のフリーキックはコーナーキック。シリーズ初登場のディフェンスの石川がこの試合唯一の得点を挙げた。チャンスを与えられた選手が自分の役割をしっかり果たし、連勝記録を伸ばす大きな一因となった。いつもなんか結構ミスばっかりして野獣が飛んできますんで、今日はちょっとそのお返しにちょっと一手入れてみました。激しい雨が降る中、負傷した石川に代わって入ったレイソル期待の星、2年目の酒井が初めて進化を発揮した。開始10分までに2点を先行される苦しい展開になったレイソル。前半17分、セットプレーから伊達のヘディングシュートで1点を返した。前半26分、ディフェンス陣がボールに集中した隙を突かれ3点目を失う。後半37分、再び加藤のセットプレーからエジューソン。グランパス戦以来のヘディングシュートで通算15得点目。後半リードするアビスパはレイソルの失点パターン、カウンター攻撃を仕掛ける。後半20分、マラドーナ、2点差をつけられた。しかしここでゲームを終わらせなかったのがユース出身の酒井。エジューソンがボールを左サイドでキープ。後半21分、片野坂の折り返しを。酒井、Jリーグ2年目にして初得点。3分後、再びエジューソンのキープから。酒井連続2得点、4対4で試合を振り出しに戻した。降り続く雨の中、延長戦へ。延長に入って退場者を出したアビスパにレイソルの攻撃を阻止する力は残っていなかった。延長前半13分、現在得点王のエジューソンが V ゴールとなる PK をもたらした。
藤が決めて12連勝。前半16分、片野坂の出場停止でディフェンスにコンバートされた吉田が J リーグ出場3試合目で初ゴールを挙げた。前半41分、下平が左サイドで粘ってセンターリング。酒井が2試合連続得点。後半32分、レイソルの速攻。エジューソン技ありのシュート、3対0。終了間際、加藤のコーナーキック。途中出場のワグネルがダメ押しの4点目を叩き込んだ。決して層が厚いと言えないレイソルだが、バックアップの選手がよく機能して11連勝をもたらした。レイソル2位に浮上。勝ち点37、6位のジュビロと勝ち点39、2位のレイソルとの対戦。サイドを変えていきます。レイソル左に展開、下平、そして片野坂、あ、真ん中のスペースにはレイソル、うん、今柱谷に戻りました。いや、加藤望でした。そして加藤望が坂井だ、ヘッドを流して片野坂、もう一度うまく繋がれてしまいました。1対0。26分です、前半。酒井3試合連続得点。前があまり動いていません。ハノプルグ、そしてもう一度古賀、古賀のサポートもありません。しかし古賀が抜け出しました。クロスが入る、スクラッチシュート、決まったかに思われたんですが。後半19分、怪我から復帰した澤田がピッチへ。さあ、一旦ちょっとレイソルに流れが行かれたんですが、それはもう一瞬のこと。またジュビロ、さあスクラッチに通るぞ。あー、PK が取った。後半27分、下平がスキラッチと接触、さあ勝ち越しのチャンス。 PK に後半27分、決めた。2対1、ジュビロ勝ち越し。ハントリのゴールが決まった。下平、さあ裏を狙った。エジューソン、守りましたジュビロ。あ、しかしこれちょっとパスミスだ、危ないぞ。ワンネル、加藤、サイドを変える、澤田、こちら側を酒井ですが中に入れていく。あ、危ない。あっと、
ングですが、決まってしまった。後半40分、2対2のまま延長戦へ。さあまたチャンスだ。今度は大倉、左45度シュート打った。ジーター、あー、ドゥンナシュート、あー、ダメか、なぜ入らない。いや、そしてドゥンナミドルシュート打った。延長後半3分です。澤田健太郎、右からクロスが入る。危ない、あー、決まった。 V ゴールはエジューソン、 V ゴールはエジューソンです。レイソル12連勝、首位アントラーズに次いで2位。2位レイソルを勝ち点2の差で追う4位レッズ。立ち上がり1点を失い、さらに退場者を出してもなお10人で積極的に点を取りに行ったレイソル。結果は7失点、予想外の大敗。6連勝、2位のグランパスと12連勝でストップした4位レイソル。警告累積でエジューソンを欠くレイソル、柱谷をワントップにしてゴール前にディフェンス陣を張り付かせた。3試合ぶりに戦列に復帰したストイコビッチ。ストイコビッチを起点にしてレイソルのゴールを襲う。前半44分、ゲームを支配されていたレイソルに初めてのチャンスが訪れる。柱谷がゴール前で倒された。壁の前にブラインドの壁を作るレイソル独特のフリーキック。加藤が慎重にボールをリセットする。ファーストシュート、ファーストゴール、レイソル先制。後半、グランパスの猛攻が始まった。ここまでよく守っていた土井だったが、後半35分、交代出場の森山に同点ゴールを許してしまう。延長戦へ。立ち上がり3分、
誰もが予期しなかったゴールが生まれる。ミスキックと片野坂が自ら言うボールは緩やかな弧を描いてゴールネットに吸い込まれていった。ホームで V ゴール負けを喫したレイソル、名古屋で借りを返した。前半だけならベストゲームとニカノールが言ったベルディ戦、立ち上がり積極的にサイド攻撃を仕掛けるレイソル。前半9分、下平のパスを受けたバウディールが先制点を叩き込んだ。ゲームを支配していたレイソルだったが、前半29分、ゴール前でフリーキックを与えてしまう。1対、倒される。通算18ゴール目を狙ったが、先制点を決めたバウディールが中盤を構成、酒井へスルーパスを送った。後半27分、今一つ決定力のなかった酒井に代えて棚田を投入。ほぼ1年ぶりのピッチに立った。怪我からの完全復活を告げる豪快なシュートを放った。1対1のままゲームはシーズン7度目の延長戦に入った。これまでの延長 V ゴールの成績は5勝1敗。 PK 戦かと思われた後半12分、セットプレーからベルディの波状攻撃を受けた。2度目の V ゴール負け、しかしサポーターの拍手は温かかった。デーゲームのジェフ戦、3日前の V ゴール負けの疲労が残っているためか、選手の体は重かった。前半9分、マスロバルのクロスから、前半40分、セットプレーから蹴るのはマスロバル。2点を追うレイソル後半の攻撃。後半6分、20節のレッズ戦から復帰した澤田がセンターリング、柱谷が合わせた。1分後、柱谷がポストになって酒井がループシュート。2対2の同点、酒井が試合を振り出しに戻した。さらにその1分後、後半8分、エデューソンの突破から再び酒井がゴールを決める。3分間の逆転劇の主役を演じた酒井、能力の高さを証明した。僕ら全然何も仕事してなかったんで、とにかく
こんな形で終わらせるなってことで、もっと攻撃的サッカーしろって言われて、で気合い入れ直して後半うまい具合にみんな意気投合して逆転できてよかったと思います。次の鹿島戦もそうなんですけど、すべてあと残りの試合、黄色いっぱいに、なんていうんですか、グラウンド、スタジアムを埋めて、僕たちも精一杯頑張るんで、みんな一生懸命、一緒になって頑張りましょう。はい、首位アントラーズを1ゲーム差で追うレイソル。前半11分、酒井が満員の柏サッカー場で先制点を叩き込んだ。バウディールが引きつけて酒井が決めた。バウディール、エジューソンから再び酒井の前に。追加点ならず。1対0、レイソルリードで後半へ。ボールの支配率で圧倒的に上回るアントラーズに対し、時折鋭いカウンターで対抗するレイソル。酒井のスルーパス。終盤、アントラーズの単調なクロス攻撃をことごとく跳ね返し、タイムアップの笛を聞いた。レイソル3位に浮上。相手は15位のセレスト。4月ホームの対戦で3対0と快勝した相手だった。4節ジェフ戦以来の彼かをスターティングイレブンに入れ、優勝に向けて一気に弾みをつけようとした。酒井と加藤が中盤を構成し、エジューソンと彼かが2トップとなってゴールを狙う。レイソルの理想的な攻撃的布陣だった。世界のサッカー界に足跡を残してきた男、彼か。96年 J リーグを最後に引退を表明していた。現役最後のシーズン、3点差のビハインドを追って彼かがゴールを狙う。カナダからパスを受けたエジューソンが彼かをおとりにして加藤へスルーパス。後半26分、加藤が1点を返したものの1対5と大敗。優勝争いのプレッシャーがあったのか、レイソル3連勝で3位に上がってきたフリューゲルスと6位に落ちたレイソル。優勝戦線に生き残るためにはどちらも負けられない一戦となった。加藤のスルーパスに彼かが走り込む。両チーム素早いカウンターからゴールを狙う。前半21分、速攻からフリューゲルスに先制点を奪われる。
レイソルもカレカをポストにエジューソンを走らせる。後半7分、相手のゴールキックからチャンスが生まれる。酒井からパスを受けたエジューソンが粘って同点ゴール。1対1。入れたのは大竹。これで波に乗るかと思われたレイソルだったが、パスミスから追加点を許してしまう。追い上げるレイソル。彼からのシュートは枠を捉えることができない。彼からのスルーパス、エジューソン決められない。1点を追って激しくゴール前に迫るレイソル。勝負どころで2連敗。2連敗でゲームへのモチベーションの低下が心配されたアウェイのエスパルス戦。立ち上がり早々と先制点を挙げペースをつかむ。前半1分、酒井のコーナーキック、渡辺が合わせてシーズン3点目。前半5分、アントニオの攻撃参加からボールは彼かの前にこぼれてくる。シーズン初ゴールを挙げた。ブラジルトライアングルの攻撃。カレカのゴールで勢いに乗るレイソル。大きな展開から再びカレカに合わせる。後半、アントニオのカットからカレカ技ありのスルーパスが酒井へ。後半19分、今度はエジューソンのスルーパスが酒井へ。落ち着いてループシュート。パーフェクトゴール、酒井。後半42分、渡辺のクリアを受けた酒井が今度はエジューソンにスルーパス。エジューソンにとって8試合ぶりのゴールだった。4対2、レイソル久々の完勝。
雨でスリッピーなピッチ、勝敗を分けたのはキーパーの判断力の差だった。前半37分、バウディールがベルディ戦に次いで得意のロングで決めた。ドイ、ナイスパンチング。後半12分、サーダの縦パスを受けたエジューソンが素早いターンから豪快なシュートを決めた。2対0。後半38分、1対1に勝った伊達のパスから両サイドを大きく使った展開で3点目が生まれる。エジウソン通算20ゴールで得点王争いのトップになった。最下位パープルサンガを相手にエジューソンが何点固め取りできるかが注目された。立ち上がり10分、オフサイドトラップの崩れからエジューソンがあっさり先制した。21得点目。この1点でゴールラッシュの期待が高まった。再三にわたってゴールに突進するが追加点を奪うことができない。終了間際、ゴールはがら空きになるが、この日1ゴールを挙げたエジューソンは通算21得点でベルディの三浦知良と並んで得点王争いのトップに立った。ホーム、柏サッカー場で行われた最終節のベルマーレ戦、これが彼かの日本での最後の試合となった。彼かと共にレイソルを引っ張ってきたエジューソン、この日のゴールに得点王のタイトルがかかっていた。エジューソンが粘ってゴールライン近くまでボールを持ち込む。
後半31分、酒井のコーナーキック、彼かが頭で合わせてシーズン2点目を挙げた。ラストゲーム、ラストゴール、ムイト・オブリガード・カレカ。後半40分、エジューソンがゴールに迫る。再び酒井のコーナーキックからレイソル96年シーズン最後のゴールが入る。伊達のヘディングシュートは緩やかな弧を描いてゴールに吸い込まれる。やがて迫り来るタイムアップ。彼かは笛の音をどんな思いで聞いたのか。93年、海外の名選手が J リーグ入りする中で、当時 JFL にいた柏レイソルに入団。94年、JFL 最終戦、J リーグ昇格となる決勝ゴールを決めた。そして96年、J リーグ2年目にして、レイソルは優勝を争えるまでのチームに成長した。彼かと共に、柏レイソルは強くなった。皆さんのおかげでレイソルもここまで強くなりました。残念ですが、来年私はここに見ませんといません。でもレイソル愛する心は皆さんと同じです。またお会いしましょう。皆さんをとても愛しています。ありがとう。日本語難しい。